ちんお化けちんお化けは、日本の妖怪の一種で、ちんの妖怪。ちん、化けちん、お化け蝶賃、蝶賃小僧などとも呼ばれる。江戸時代以後に作られた草草紙や、おもちゃ絵、かるたに広くその姿が描かれているのが見られるほか、明治、大正時代以後も、玩具や子供向けの妖怪関連の書籍、お化け屋敷の演出などに見られる。葛飾北斎。 百物語より、お岩さん古い蝶賃が上下にパックリと割れ、その割れた部分が口となって、長い舌が飛び出し、蝶賃の上半分には一つ目ないし二つの目があるのが、一般的に考えられている蝶賃お化けの姿である。蝶賃から顔、で体、翼が生えていることもある。江戸時代の絵画には、オッケ型、小田原蝶賃型のものも描かれている。鳥山石縁は、 百吉連れ,れ袋に、フラクフラクという名称で、蝶賃の形の妖怪を描いている。また、葛飾北斎の百物語にある、お岩さんや、歌川国吉の神谷雄えもんお岩のバウコンなど、江戸時代後期に制作された浮世絵が知られる。これらは、歌舞伎、東海道四谷階段における、家門に殺されたお岩の霊が蝶賃から姿を、 表す演出や、提灯に顔を表す演出から、発想され、描かれたもので、提灯を岩と呼ばれている。器物の妖怪が多数描かれている絵巻物に、百鬼夜行絵巻があるが、江戸時代以前のものと見られる古い作品に、提灯が描かれた作品は確認されていない。江戸時代以後には、仮の上神、百鬼夜行の図などの作例が見られる。大変有名な妖怪である反面、 地域などに即した具体的な伝承はほとんど残されていないとも言われており、妖怪関連の書籍によっては、絵画上でのみ存在する妖怪として分類されている。子供向けに創作された妖怪とする説もある。妖怪漫画家、水木しげるの著書では、人を驚かしてその魂を吸い取る、超鎮お化けの話が掲載されているが、出典となる一次資料の名は挙げられていない。 伝承上において、蝶賃と称される妖怪は、狐や狸が人間を驚かすために分ける、ありふれた妖怪としての表現として、各地でも見ることができるほか、蝶賃美のように、器物主体ではなく、開花として伝わっていることも多い。古びた蝶賃のある神社に蝶賃お化けが現れて、人を脅かし、蝶賃を片付けると、お化けは現れなくなったという昔話の例も見られるが、 正体が超灯であったパターンの化け物寺の類例であると言える。ありがとうございます。